どうも皆さん、ジョギです。今、春パパさんがお風呂入ってます。で、次僕お風呂入るんですよ。今日、あのドッキリ検証したいと思います。このスーパー魔法の宝箱を、いきますよ。この状態で置いてたら、人は誰しも引きたくなっちゃうんではないかっていう説をね、検証したいと思います。これや、見えてる見えてる？それでは、春パパさんの帰りを待ちたいと思います。もう僕入っちゃっていいですか？ああ、全然いいですよ。10分後も出ますよね。そうですね、もう出ないと。なんでなの？今日、車ですか今日？うん、そうそうそう。早めの方がいいですよね。そうですね、ちょっと巻きの方が。オッケーオッケーオッケー。よし。よし。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。今カシャーとか来ましたけど、うん、なんでこれいや普通におかしいですよね。なんか面白いなと思って普通引くじゃないですか引かないでよくしといくなと思っていや、ここすあの宝箱がこの状態で落ちてたら人は引いちゃうんじゃないかっていう検証をやってたんですよ。いや、さすがに引かないでしょじゃあ引いときましょうか、一応ね。もう一応引いときましょう、一応ね。もう急な展開僕ですか、僕自腹切りましたからね、今日これで。ですよね、そういうことになりますよね。5000円普通に使うっていう。何してんすか何これ。だって今ね、何が欲しい？ファイブ普通に、あとパンケーキ欲しいです。あ、パンケーキミニベッカね。はいはいはい。うわー、待って、何欲しいかな。エルビズいいっすよね、エルビズいいっすよね。エルビズ、誰カモン、こらだけ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 でーん、出た。はい、ということで今日はですね、ちょっとね、春パパさんにね、ごめんなさいね、ちょっと隠しカメラでして、風呂出たばっかだからもう頭もちゃんとワックスつけて、もう今から行くっていうか、そうそうそう、時間ないんでね、行かなきゃいけないんで、ハルパパさんのチャンネルリンク概要欄にありますので、まだ見てない方ぜひ見てみてくださいということで、ガッシャン、あー、何じゃん。